本陣狸大民神社は、北海道札幌市中央区にある、狸を祀っている神社。狸神社という通称もある。狸小路商店街の5丁目に設置されている。神社には、本陣狸大明神や、商売繁盛など8つの徳を持つと言われる狸の地蔵が祀られているほか、おみくじを引くことも可能である。運営、管理は札幌狸小路商店街振興組合が行っている。本陣狸大民神社は1973年、狸祭り第20回と狸小路が設立から100周年、記念を迎えたことをきっかけに建立された。設立した当初は狸小路4丁目に設置されていたが、その後現在の位置である狸小路5丁目へと移された。神社に祀られている本陣狸大明神は808狸、院神行部の家系であり、その妻上総御前は、上総守る、小和弘明神の血を引く。特にこの明石和弘明神は、正成寺の狸林において、狸族の統率者としてその腹を毎晩叩いたことも、巧妙であり、正成寺は、上総御前の実家にあたる。この2体は、狸小路に置かれる前に、正成寺で結婚式を挙げている。北海道に、この2体のご本尊がやってきた際、狸小路では市民が太鼓やみこしなど盛大なイベントで迎えた。なお、現在この本尊2体は外から見ることはできない。この2体の間には鶴の宮、もさととよひめとまたぬきの2匹の娘がいる。もさととよひめは北海道登別市和志別に祀られている蝦夷種、和戸狸大明神へ嫁いだ。また、またぬきは2003年に愛媛県松山市の狸平へ嫁いだ。この狸平との結婚式は、松山市内のデパートで行われ、松山市と狸小路のつながりを一層深めた。これ以前の2001年2月に、松山銀天街、大街道商店街振興組合連合会と、狸小路商店街の姉妹提携が結ばれており、この提携の正式な式典も、本陣狸大民神社前で執り行われていた。また、北海道日本ハムファイターズが日本シリーズ優勝を果たした2006年には、ファイターズのファンとマスコットキャラクターのブリスキー・ザ・ベアが2006年シリーズ開幕前に優勝祈願として本陣狸大民神社を拝んでいる。神社内には箱に入った開運おみくじ、常在と書かれた賽銭箱、鈴を鳴らすため下げられている紐、小さな、長寿者と飛釈、そして、狸水掛け地蔵が設置されている。おみくじは1本20円とされており、上部に硬貨を入れる穴と、おみくじを引くための穴が作られている。同じく、お願いと書かれた注意書きも添付してあり、水をかけることや、おみくじを握りつぶす行為を禁止する旨が書かれている。また、引いたおみくじを結びつけることができる3本の鉄の棒も、正面左側に設けられている。狸水掛け地蔵は正面右側に設置されており、その奥には提灯が置かれているほか、その下に狸地蔵8徳と書かれた板が立っている。この狸水掛け地蔵は手前に設けられている長寿者から、ひしゃくで水をかけるとご利益がある上、各部を触れることで8つの徳があるとされており、その説明が奥にある板に書かれている。8徳の内容は以下の通り。頭に手を触れると学業が上達する。目と鼻をさすることによって合格、当選、就職が決定する。肩から胸へさすると恋愛が成立し、良い縁を授かる。大の子服を撫でると安産になり、育児もうまくいく。通帳に触ると人からの信用や名声を得ることができる。杖をこすれば災難を避けることができ、交通安全や幸運を招く。前へ鐘を叩くと、金運を授かり商売繁盛になる。尻尾を押さえることで、回春効果がある。最後に、南無本盆狸駅、京白と結ばれている。その他、毎年1月2日には、初狸祭りを、8月の第1土曜日には、狸八徳例大祭がそれぞれ、本陣狸大民神社の前で行われる。北海道札幌市中央区南2条西5丁目。ありがとうございます。